お疲れ様です。商品を採寸しています。頑張ります。ここでは何をしてるんですか？じゃあ実際にやってみますね。皆さんこんにちは、 ZOZO の前川です。今日は ZOZO の物流拠点 ZOZO ベースの内部をご案内します。それでは行ってきます。それでは早速 ZOZO ベースの内部をご案内します。 ZOZO ベースは商品の入荷から発送まで物流に関わる全ての役割を担っています。早速スタッフが出迎えてくれました。ここでは何してるんですか？はい、ここはブランド様から送られてくる荷物を一番最初に入荷する作業エリアとなっております。 ZOZO ベースで働くスタッフは服が好きな人が多いので、服装自由となっております。ただ、異物混入などを防ぐためにアクセサリー類は禁止なのと、怪我防止のため皆さんスニーカーで働いてくれています。お疲れ様です。ここでは、ブランド様から送られてきた商品を一つ一つ丁寧に検品してます。これは T ソートというロボットで、検品を終えた商品を自動でカテゴリーごとに仕分けしてくれるんですよ。この T ソートは1日に10キロ以上も走ることができる働き者なんです。ZOZO タウンでは買い替え割という古着の下取りサービスも提供しています。ここでは買い替え割サービスをご利用いただいたお客様の商品のチェックを行っています。検品はもちろんのこと、 ZOZO タウンの販売基準をクリアしているか細かくチェックしているんですよ。ズバリ ZOZO の魅力って何ですか？社員一人一人がお互いを尊敬し合って働いているところだと思います。そうなんですね。初めて入荷した商品は採寸を行います。木村さんこんにちは。こんにちは。ここでは商品を採寸しています。ブランド様ごとに採寸の基準が異なる場合があるので、お客様が安心して商品を選べるようにZOZO タウン独自の基準で採寸し直しています。採寸した後は撮影もしてるんですよ。はい、ここで撮影をしてます。オンラインサイトでは商品を実際に手に取って見ることができないので、実際の色味と写真の色味が違わないように画像修正を行っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。検品・仕分けを終えた商品は丁寧に棚入れされ、お客様の注文を待ちます。ここで一休み。スタッフの憩いの場、休憩室を覗いてみましょう。休憩室はスタッフがリフレッシュできるように開放的なデザインになっています。お疲れ様です。休憩室の床には隠れ ZOZO マークがあるんです。皆さん分かりますか？休憩室には地元飲食店の方々による移動販売もあり、スタッフのお腹を満たしてくれています。ここからはお客様からご注文をいただいた後の流れをご紹介します。ここではピッキング作業をしています。お客様からの注文が届くと、この端末に情報が届きます。即日配送サービスでは最短で当日中に商品を配送します。何か工夫していることはありますか？スタッフが効率よく作業できるような商品の配置になるように工夫してます。ピッキングされた商品の後を追いかけてみると、なんだか賑やかな場所に着きました。ピッキングした商品をこちらの機械を使って注文ごとに仕分けを行っています。仕分けられた商品は丁寧に梱包されます。特
別な贈り物のためにラッピングも行っています。梱包された商品は行先ごとに自動で仕分けされます。ここから先はヤマト運輸さんへバトンタッチ、お届けよろしくお願いします。ちなみに ZOZO ベースは1箇所だけではありません。茨城県つくば市と千葉県習志野市に合わせて4つの拠点があり、そこから全国に商品を発送しています。さらに使用されているすべての電力は再生可能エネルギーによって賄われています。2023年秋稼働予定の ZOZO ベースつくば3はポケットソーターなど最新設備を導入し、作業の効率化を図ります。業務終了。今日もお客様にたくさん商品を発送することができました。田代さん、お疲れ様です。田代さん、ここで何されてるんですか？俺今仕事サボって話してます。ズバリ ZOZO ベースの魅力って何ですか？支えてくれてる社員がいつも一生懸命で明るいし、まあ、仲間と一緒に仕事する雰囲気がすごいなと思ってます。ZOZO ベースが掲げるミッションはスマイルデリバリー。お客様に商品と笑顔をお届けするために、スタッフもいつも笑顔でいることを心がけています。今日の ZOZO ベーススマイルツアーはいかがでしたか？スタッフ一同皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。